はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ワンパイントグラスをですね、購入しました。どうや、このデカさ。ほら。このデカさよ。容量が、580cc ぐらいかな。うん。これでですね、購入したんで、早速、こちらでビールを飲んでいきたいと思います。クラシックラガーの大瓶をですね、注いでいくと、おー、いいね。このね、膨れてる部分、これは何のためにあるかっていうと、これと同じやつを、同じグラスをですね、こう何度もこう、上から重ねると、ちょうどここのね、突起によってここがガチッとこうはまるんです。それで、重ねた時に、スポッて、この突起がない状態だと、ガッチリはまっちゃって取れないっていう状況になるらしいんですけど、これがあることによって簡単にこう取り外しができる。重ねてもね。らしいです。それは乾杯。でけえな。にしても。うまい。ここまででかいとは思わなかった。普通にここまででかいと思わなかった、俺は。でかいなぁ。これあれだぞ。これだいたい一杯1000円ぐらいなんですよ。店で、ギネスとかを、ギネスビールをだいたい、この分量、ワンパイント、パイントの分量を注いでもらうと、だいたい一杯1000円ぐらいです。まあでも1000円か。まあでも普通に買ってもギネスが250円ぐらいでしょ。で、まあ、2本分って考えるとまあ500円だからまあ、そうですね。まあ2倍ぐらい高いと。高いっていうかまあ、店だから。まあでも、まあ、いいんじゃない？ワンパイントグラスで飲めるって。ギネスビール、俺、高いからさ、基本的に、こんなでかい容量のやつ飲んだことないもんね。だいたい普通の缶、一缶。それ以上飲まない。一日にね。それだけやっぱり、ギネスビールっていうのは、まあ、特別なビールだな、個人的にはな。いや、でもでかいね。確かにこれだったらだいぶ、だってこの大瓶で 633ml でしょ？まあ大瓶よかはちっちゃいけど、まあ 580cc ぐらい入るからね、これね。まあワンパイント自体は 560cc ぐらいなんだけど、多分これ泡のあれを考えて多分、ちょっともうちょっとでかくしてんの。だから、580cc 入るけど、実際はほら、満パンまで注がないじゃん。この、すり切り一杯まで注がないから、ちょっとこれぐらいで、ワンパイントみたいな感じなんだ。だからちょっと若干でかく作られてる。でもこれやっぱり、ワンパイント、これ結局、イギリスだっけ？ドイツだっけ？ドイツの単位だっけ？これイギリスの単位だ。ワンパイント。
イギリスだもんね。イギリスのハブバー。英国風パブ。ワンパイント。あ、ワンパイントじゃなくて1パイントらしいですね。どっちもいいらしいですけど。1パイント、1パイントらしい。やっぱこのさ、この、微妙にこの、やっぱグラスだよね。ただでかいけどね、本当にでかいな。なんか、ガチの大男が飲んでる、飲む量だろ、これ絶対。こんなにさ、飲まねえよ。これは、でかいな。グラスな。これのお前、これでお前全部ギネスだろ。ギネスっつ。ギネスか。贅沢だね。すっげえ贅沢だね。この量はね。これ目にすれば、動画だとわかりにくいかもしれないけど。かなりでかいからね、これね。かなりでかいからね、このグラスね。手のひら、こうだからね。この、直径よ。このさ、直径のでかさ。かなりでかい。だって、俺の、よく使ってる、銀色の、サーモスのタンブラー。あれが 600cc だから、それとほとんど変わんない。でも大体さ、まあ、イギリス風ハブバーでね、なんていうの、そういうさ、バーみたいな、ビールバーみたいな。あ、高いところだと高いわ。ワンパイントで1700円だって。バスのペールエールがワンパイントで1700円。高えな、ここ。ここ高いな。めちゃくちゃ高いぞ、ここ。どこだ、これ。こりゃ高い。ギネスワンパイント。俺が以前行ったハブバーだと、ギネス一応頼んだんだけど、あれは確かハーフだったから、1/2ぐらいだったね。うん。かなりでかいですね。ギネスワンパイント930円って。ハブバーだと930円。ハブエール。でもハブのあれ美味しかったよね。ハブのさ、オリジナルペールエールみたいなやつ。
いやー、これは、でも、ハブバーはいいっすよ。一回、いっぱいいっぱい、あれだから、値段を、払いに足したりだからね。うん。だから、女とかと言っても、おごってっていうことじゃなくて、おごるっていうのが、しづらいよね。だから、お前自分で飲むなら自分で買えよみたいな感じになるわけ。だから、他人数で行っても、結局のところ、まあ、一人がおごるっていうのはなかなか、あれだよね。やりづらいよね。じゃあ、ジントニック飲みたいとか言って、買ってこい、買ってくればって言えばもうあれだもんね。ジントニック買ってきなって。俺ここで待ってっからって言えるもん。ほとんど使いっぱしりだよね。ハブバーでおごってってなると、ほとんど使いっぱしりになるから。例えば、じゃあ私ジントニックで飲みたいとか言うじゃん。じゃあ俺ビール頼んでこようかなって。じゃあお願いって言われて、ああ、わかったって言って、カウンターまで行って、ジントニックとビールくださいって言って、で、持ってくるんだよ、それも。めんどくせ、ほとんど使いっぱしりじゃん。完全にあれだぞ、紐じゃないか。男のこと紐として見てるよね。そういう女はね。あ、でもギネス、このワンパインと、飲みてえな。ギネスビールをさ、ワンパイントでさ、このグラスでさ、飲みてえな。今度ちょっとギネスビールのドラフトギネスとエクストラスタウトちょっと飲み比べますか。ただ、エクストラスタウト売ってるとこなかなかないっていうか、ほとんどないんだよね。ギネスは割と売ってんだよ、缶のやつは。缶のやつは割とどこでも売ってんだけど、エクストラスタウトが、まあ、売ってない。ねえ。まあ、売ってないんだわ。売ってるとこまで行くのは、まぁちょっとあれだな。ちょっと遠出になるね。うん。まぁ、あ。うん。なかなかそこまで売ってる店って、エクストラスタウト、多分250円ぐらいなんだ。アマゾンとかで買っても当然高いんで。だから個人的にね、俺ね、あれが飲みたいんだけど、バスペールエールが飲みたいね、最近ね。バスペールエールも売ってないんだよな。どっかで売ってねえかな、格安とかでさ。一本ずつでさ、バスペールエールとか。バスペールエールとかさ。ビールよ。ギネスビールよ。売ってへんかな。ギネスじゃなくて、ハートランドなら割と売ってるんだけどね。今日これ買いに行ったところは、ハートランドは売ってんだけど、ギネスは売ってないんだよね。ギネスビール、ギネスビールと。札幌エビスプレミアムブラック。大してうまくなかった気がするな、プレミアム、エビスのブラックはな。
アサヒスーパーのスーパードライのドライブラックは全然薄いしな。やっぱ黒ビールで最強って言ったら、あのギネスか、アサヒスタウトなんだよね。あ、でもあとあれ、あれか、あるか。あの一番搾りブラックだっけ。一番搾りスタウトか。これうまいよな。一番搾りスタウト。一番搾りスタウトも全然うまいんだよね。ないっぽいな。あ、でも朝日スタウトはあるけど、ワンケースでの販売だね。格安にないとなると、やっぱり山屋か。売ってるね。売ってるね。山屋で注文しちゃおうかな。でも山屋は山屋で、あれなんだよね。いくらで、3000以上で全国無料配達だ。3000以上はきついな。バスペールエールも飲みてんだよな。バスペールエール久々にな。バスペールエール。バスペールエールうまいんだよな。まあ、ということでね。まあ、今度はあれだな、バスペールエール売ってるとこがまだないんだよね。久々に飲みたいけど、俺で以前買ったのはイオンだったからさ、イオンで買ったんだけど。バスペールエール買って、あとギネスと、ギネスエクストラスタウト。あとできれば一番搾りスタウトも、欲しいね。キリン一番搾りスタウト。あれ、売ってないんだよな。あれ、人気ないのかな。なんか最近どこにも見かけないんだけど。一番搾りスタート。あれ、美味しいんだけどな。ということで、ご視聴ありがとうございました。